どうもこんにちは、ヒカリリスと申す者です。今年5月28日に配信されたばかりのゲームアプリエグゾスヒーローズ、こちらのねゲームのレビューを話しつつ始め方なんかを解説していきたいと思います。いや、思ってた以上にねクオリティの高いゲームでね、久しぶりにドハマりしちゃいましたね。ということで、まず皆さんが RPG などのスマホゲームを始めるときに一番気になることって、どのキャラで始めたらいいかだと思うんですよね。または、リセマラは必要なのかとか、どこまで進めてリセマラをすればいいのかとか、その辺が気になるかと思います。かくいう私もそうだったんですよね。いろいろとプレイしてみて調べてみましたので、ご紹介いたします。このようなフィールド、火吹いてきた、このようなフィールドマップがあって、斬新な感じで、あ、火が謎のね、ドラゴンからこうやって炎で襲われることもあるんですが、こちらね、プロローグ EP12 をクリアするとガチャが引けるようになります。なので、まずは EP12 をクリアするまでサクッとやってしまいましょう。それでは、まず、そもそもリセマラの剣なんですが、これね、できないんですよね。できないというか、一度始めてしまうとアカウントの方がね紐付けされちゃって残っちゃうんですよね。複数の端末があればできるんでしょうが、正直おすすめはできないんですよね。ですがね、このゲームにはね、こちら引き直し契約、いわゆる引き直しガチャが存在するんですよね。文字通り自分が欲しいキャラが出るまで何度も引き直すことができるんですね。こういうね便利すぎるガチャが存在するので、そもそもリセマラをする必要があまりないんですね。さらにね、こちらのガチャ、欲しい英雄が出るまで引き直し可能、伝説または運命英雄1体確定とありまして、引いた後の結果を保留することができて、自分のね手に入れたいキャラクターが出るまで何度も引き直しすることができるんですね。なので、まずはキャラを手に入れる前に武器ガチャの方を引いて、強い武器が出たらその武器に合うキャラを引き直しするっていう方法も可能ですね。ただし、ここにスペシャル運命英雄契約選択チケットっていうのがあるんですが、こちらのね下に書いてあるガルフ、レイケル、バッソリ、シュフラケン、ジナイというキャラクター5体、こちらは引き直しガチャから出ないんですね。かなり高い能力を持ったキャラクター5体なんですが、こちらのキャラクターはこちらのねクリスタルを3万チャージすれば確定で手に入るという、期間限定ではあるんですが、クリスタルさえ貯めてしまえば強いキャラが確定で手に入るようになっているんですね。という理由もありまして、リセマラはねあまり意識しないで引き直しガチャの方で目当てのキャラを狙っていきたいと思います。キャラクターには運命だとか伝説だとかっていうキャラのランクがあるんですね。この運命のキャラを狙っていくのがいいかと思われます。ということで、引き直し契約の方引いててみましょう。個人的にはサブリナーやベルナデットなんかをね狙っていきたいなと思います。まあキャラクターこんだけいるんで、狙ったものを出すのはかなり時間がかかるかと思いますが、行ってみましょう。お、いいね演出。新しい仲間が、おしゃれ。これ全員黒いな。みんなマントつけてんの。あー、なんか演出弱いな。時間ぴったりに。これはもう引き直しですね。はい、引き直しますね。いや、何回もね引き直せるの楽しい。これはついつい演出見ちゃうね。また勝っちゃいましたね。引き直し。お、切った。よし、力を貸してあげよう。用意しろ。シャーカン。よし、シャーカンか。いや、多分強いキャラだとは思うんですが、私は女キャラがいいです。やべ、さっきのめっちゃ大当たりだったんじゃないか。
おお、来た。貴様らに浪費する時間などない。目的のためならできないことはない。男じゃないんだって。誰だ。いや、これ何回も弾けるの本当楽しい。ぜひね、皆さんもこれ何回も弾いてみてください。よし。お。ああ。悪くない。悪くないんだが、最初にね言ってしまったキャラクターが出るまでね弾き直したいな。実質この作業がリスポシリセマラですね。いや、割と悪くないキャラが来てしまいましたが、ベルナネット、サブリナが欲しいんだ。おーし、頼む。王宮騎士、普通に強そう。しゃーしゃーか、2回目だよ。よし、力を貸してあげる。用意しろ。お？誰？人間じゃねえ。よっしゃ。私が欲しい。来た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 。戦士タイプのキャラが欲しかったので、こちらのキャラでいきたいと思います。お、反撃しますね。強い。敵全体に攻撃。これ撃ってみましょうか。お、かっこいい。確実に強い。こっちも使ってみましょうか。優雅な処刑、間違いない。強い。ということで、皆さんもね、引き直しガチャで自分の欲しいキャラが出るまで引き直すことができるんで、ぜひね、エグゾスヒーローズやってみてはいかがでしょうか。では、本日の動画は以上で終わりたいと思います。以上、ヒカリリスでした。